今回紹介するのは、姫花、というこの女だぜ。とても綺麗な女性だね。彼女はキャバ嬢だったんだが、入店から3ヶ月でナンバー1となったり、わずか3日で、なんと5億円以上を売り上げた伝説があるんだ。3日で5億、めちゃくちゃすごいね。さらに関西コレクションに出演した人でもあるんだが、今回、大炎上してるんだぜ。一体何があったの？元恋人であるかけるん、と呼ばれている男が、とんでもない暴露をしたんだ。彼女が裏垢に書いていたお客さんをバカにするような内容や、浮気をしていた過去だけじゃなく、ロマンス詐欺をしていたり、何億もの税金の未払いがある、と語ったんだぜ。めちゃくちゃいろいろやってるじゃん。それは炎上するね。そして暴露したかけるんにも、とんでもない詐欺をしていた疑惑があるんだ。今回はそんな、ヤバい元カップル二人について解説していくぜ。この動画を最後まで見ると、甘い話には裏があることもわかるから、ぜひ最後まで見ていってくれよな。まずは、姫花、こと、中本姫花、の生い立ちについて解説していくぜ。姫花って本名だったんだ。偽名だと思ってた。珍しい名前だから、霊夢のように思っていた人は多いようだな。この動画では、知名度が高い姫花、の名称を使っていくぜ。わかりやすくていいね。彼女はいつ生まれた人なの？2000年10月27日だな。幼少期の情報はほとんどなかったが、小さい頃から、お金に困ったことはないです。と彼女が語っていることから、裕福な家庭だったようだぜ。それは羨ましいね。そして成長した彼女は短期大学に進学するんだが、1年ほどで休学し、やがて退学するんだ。あらら、何かきっかけがあったの？キャバクラで働き始めたからだな。高校生の頃から居酒屋や焼肉屋でアルバイトをしていたが彼女だが、大学生になったし、違うバイトもしてみたい、と思うようになったんだ。そしてとある高級キャバクラ店に応募し、働き始めるんだぜ。キャバクラを選ぶのは思い切った選択だね。あれ？大学入学から1年でキャバクラって、まだ20歳以下じゃない？当時、なんと18歳だな。やっぱりまだお酒を飲めない歳じゃん。一緒に飲みたいお客さんも多いだろうし、キャバ嬢にとって不利だよね。そうだな。だが同じ年代のキャバ嬢が少なかったことで、彼女は逆に18歳であることを武器にしたんだ。さらに自分に興味がないお客さんを見極め、素早く見切る、というやり方もうまくいった結果、入店からわずか3ヶ月でナンバーワンになったり、誕生日イベントの2日間で、1億以上も売り上げたわけだな。18歳なのを逆に利用して1位になるって、すごい才能だね。娘が夜の街に足を踏み入れるのに反対する親御さんは多いと思うけど、彼女の場合はどうだったのかな？親に、そんな仕事しないで、と言われていたことで、キャバクラで働いていることは隠していたんだ。だが姫花がキャバクラで働いていた時、部屋に置いていた名刺が親に見つかり、店に電話がかかってきたそうだぜ。お店にまでかけてくるって、かなり反対してるのがわかるね。姫花はどうしたの？今すぐ帰ってきなさい。と言われたことで、泣きながら帰ったんだ。すると両親からとても怒られ、母親からは、お金を渡すからキャバ嬢をやめて、とまで言われたそうだぜ。そこまで反対するんだ。父親が内緒でキャバクラに行った過去により、キャバクラに対する印象が悪かったようだな。そして両親、お店の店長と代表、姫花の5人で話し合いが行われたんだぜ。両親は働くことを認めたのかな？親は、娘を辞めさせてください、の一点張りで、お店は姫花の意見を尊重する意向を示したんだ。そして最終的に、今の仕事を続けるなら、1ヶ月以内に家を出ろ、と親に言われたんだぜ。そこまで反対されたら辞める人が多そうだね。だが姫花は、仕事が軌道に乗ってきて、今から頑張りたい。親の言いなりになっても未練が残る。キャバクラで働き始めてから、今が一番楽しい。と思っていたから仕事を続けることを決め、一人暮らしを始めたんだぜ。キャバクラで働き始めた時も思ったけど、行動力と決断力がすごいね。親とはそれきり仲が悪かったのかな？週に一回は家に帰っていたことで仲直りでき、仲良し親子に戻ったようだな。やがて2年連続で10億以上の売り上げを誇る伝説のキャバ嬢になるんだが、従業員からは嫌われていたそうだぜ。何か問題があったの？とある元従業員が暴露した内容なんだが、洗い物をしているグラスや食器の上で歯磨きを始め、ベッド吐き出していたそうだぜ。汚いよ。売り上げがすごいから誰も注意できないだけで、裏では悪口ばかり言われていたようだな。それは嫌われて当然だね。次は姫花の人生を大きく左右することになる、かけるん、と呼ばれる男との出会いについて解説していくぜ。二人はいつどこで知り合ったの？2021年3月に、姫花が働いている店にかけるんが行き知り合うんだ。キャバ嬢とお客さんの関係だったんだね。
やがて二人は付き合うことになるんだが、かけるんは彼女にベタ惚れで、すごい額を貢いでいたんだぜ。どれくらい貢いでたのかな？まず姫香の誕生日イベントに、ボトルを大量に注文したんだ。一本1200万を含むボトルもあったそうだぜ。すごい額だね。まだまだこんなものじゃないんだ。旅行に行くと80万の部屋に2泊したり、1000万以上の指輪や6000万の時計をプレゼントしたり、なんとブラックカードを渡したりと、多い時は、3日で1億円も貢いでいたそうだぜ。とんでもない金額だね。かけるんによると、総額25億円以上になるそうだな。額が大きすぎてびっくりを通り越しちゃったよ。かけるんはどうしてそんなにお金を持ってたの？まともなお金じゃない可能性が高いんだが、それについては後で解説していくぜ。気になる。そして順調に見えた二人の仲だが、2021年10月に、姫香型の男と同棲していることが発覚したんだ。浮気してたんだ。かけるんとはお金目当てで付き合ってたのかな？そういうことだろうな。この時は姫香が GPS をつけることに合意し、仲直りしたんだが、2022年1月2日に、姫香が2度目の浮気をするんだぜ。またやったんだ。二度も浮気されたなら、さすがにかけるんは別れたの？彼女のことが大好きだったようで、別れる選択をしていないな。二度目の浮気が発覚する約1週間前に、かけるんは将来を約束した指輪をプレゼントしているんだ。そんな指輪までもらったのに浮気してるなんて、思いやりのかけらもないね。かなりひどいよな。姫香は自分にだけじゃなく、友達や母親にもプレゼントを贈らせているんだぜ。母親にまで貢がせたんだ。姫香もやばいけど、買うかけるんも正直どうかと思うよ。恋は盲目ってやつだろうな。そして2022年4月、姫香は同系列の新店舗に移籍したんだが、彼女は移籍からわずか2日で、1億円も売り上げたそうだぜ。相変わらずキャバ嬢の才能がすごいね。そして2022年の12月、お店がかけるんを入店禁止にしたんだ。どうして出禁になるの？とんでもない金額を落としていく人だよね。過剰な飲酒や、スタッフへの態度が問題だった、と言われたりしているんだが、姫香によると、SNS の炎上を心配したスタッフが出禁にしたようだぜ。炎上？まずかけるんの評判は悪く、そんな人に貢がれている彼女にも批判があったんだ。さらにかけるんは、シャンパンを開けたり高級なプレゼントをしたとき、姫香に SNS に投稿するよう指示していたんだが、この投稿も見る人の反感を買っていたんだぜ。プレゼントとかを投稿するように指示するって、お金はあっても器は小さい男だね。出禁にした店のスタッフは、このままだと姫香の将来や店の評判に関わる、と思ったのかもしれないな。そして出禁にした翌月である、2023年の初め頃、姫香とかけるんを含めた数人が旅行に行ったんだが、このことが SNS で炎上したんだぜ。結局炎上したんだ。炎上を受けた姫香は、かけるんと関係を解消したことを、2023年1月16日に SNS で発表したんだ。ついに関係が終わったんだね。そしてこの後すぐ、姫香が友達限定で送ったメッセージが流出し、これまた炎上したんだぜ。メッセージで炎上するって、どんな内容を送ってたの？かけるんから来たポエムのようなメッセージを、嘲笑するような内容だな。ポエムのようなって、めっちゃ内容が気になるよ。1、今まで通り、ちゃんと毎日連絡をして、どこで何をしてるのか、俺を信用させてほしい。2、俺が実社会で最高峰の世界線を見せる代償に、キャバ嬢という仕事に対して脅迫観念を持って営業成績を追求したり、彼氏の俺より優先した行動や発言をするのをやめてほしい。最高峰の世界線を見せる代償に、って、よくわからないことを言ってるね。これは5まであるんだが、長いから残りは要点だけにするぜ。3、付き合ってることをオープンにしてほしい。4、これから純粋な彼氏彼女として、二人で幸せな未来に向かいたい。5、付き合っていることを当たり前だと思わず、ずっと心から大切にしてほしい。という内容を、長々と書いてるんだ。幸せな未来に向かいたいとか、言ってることがわかるのもあるけど、付き合ってることを当たり前だと思わず、は上から目線に感じちゃうね。さらにこれにプラスして、上の5つを一字一句、よく噛み締めて読んで、という追加メッセージもかけるんは送っているんだ。それは、気持ち悪いよ。姫香はこの文章に、震える、マジでヤバくない？という言葉を添えて友達に晒したんだぜ。偉そうだしヤバいと思う気持ちは正直わかるけど、晒すのは良くないね。流出したのはそれだけなの？かけるんから来た。1ヶ月通してもほとんど離れて生活してて、離れてる間もまともに声すら聞けないし、顔も見れないし、生活麻薬だし、キャバ嬢だし。から始まるメッセージに対して、爆笑。どこまでお花畑なん？何もしてないのに、お金使わされてる以外ないこと気づかないん。という姫香のコメントが添えられている画像も流出しているぜ。かけるんのキャバ嬢だし、
っていうのは余計な言葉だよね。でも一応愛情のメッセージを笑いものにした姫香は、かなり性格が悪いね。本当にな。かけるんの本名は何なの？彼の今の名は、菊池かける、だな。かけるんは本名から取ってたんだね。でも、今の名は、ってどういうこと？彼は一度、改名しているんだ。改名した理由は、少し解説を聞いていくとわかるぜ。何が理由なんだろう。そういえば、かけるんはいつ生まれた人なの？若々しい写真からは想像できないが、1977年生まれだな。現在、45歳を超えてるぜ。想像よりかなり上だった。あれ？彼が1977年生まれで姫香が2000年生まれだから、23歳は歳が離れているな。そんな年下に言い寄ったんだ。姫香が浮気をしていた理由は、この年齢の差もあったのかもしれないぜ。ありえそうだね。彼の学歴はどんな感じなの？ファッション系の専門学校を卒業したことは判明しているな。卒業後はネイルサロンの会社を経営しているんだが、経営はうまくいかず、4500万の借金が残ったんだぜ。波乱万丈な人生だね。借金はどうしたのかな？彼は借金から逃れるため、名前を変えることにしたんだ。そして、よりへいという元の名を捨て、かける、という名前になったんだぜ。そんな不正のために名前を変えたんだ。昔からヤバい奴だったのがわかるエピソードだな。改名後はいろいろなことに挑戦した結果、4つの会社の CEO にまでなったんだ。そこまでになったなら、とんでもない額を稼いでそうだね。彼は SNS で、週給7500万だったと明かしたことがあるんだぜ。1週間で7500万、10年でもそんなに稼げる気がしないよ。毎週高だったとは限らないが、姫香に貢いでいた金額を考えると、数十億の年収はあっただろうな。本当に次元が違うね。ちなみに姫香に関係を解消される少し前、彼は反社会勢力から圧力を受け、家族や姫香にまで被害が及んだんだ。そんなことがあったんだ。それに対し彼は、姫香や周囲の人を攻撃しないよう頼み、約4000万も支払ったそうだぜ。本来ならとんでもない金額だけど、姫香に貢いでいた額を聞いた後だと大したことないように思えるから不思議だね。どうして反社会勢力に狙われたんだろう？金遣いの荒さと目立っていたことで狙われたんだとは思うが、彼の詐欺被害に遭った人が頼んだのでは？という説もあるな。そういえば彼のお金は、まともなお金じゃない可能性がある、と言ってたね。かけるんの詐欺疑惑。かけるんには詐欺疑惑があり、2023年2月には、総額約32億円の損害賠償訴訟が提起されているんだぜ。これまた規模がすごいね。一体どんな詐欺をした疑惑があるの？まず彼が代表を務めていた会社の一つであるエクシア合同会社は、社員権販売の名目で出資者を募り、集めたお金を子会社に貸し付け運用させる。そして得た利益が、エクシア合同会社に入ってくる。というやり方だったんだが、ポンジスキームだった可能性が高いんだ。ポンジスキーム？投資詐欺の一種だな。まず、出資してもらったお金を運用して、利益を出し配当します。などと言って出資者を募るんだが、実際は集めたお金を運用しないんだぜ。それなら出資者に配当できないから、すぐ詐欺だとバレるよね。後から参加する出資者から集めたお金を、先に参加していた出資者に渡すんだ。うまくいっていますよ。利益が出て、配当できていますよ。という風に見せかけるわけだな。そして一部のお金を、代表などがポケットに入れて儲ける。という詐欺を、ポンジスキームと呼ぶんだぜ。かなり立ちが悪い詐欺だけど、そんな自転車操業みたいなやり方、いずれ成り立たなくなるよね。そうだな。マリサは、エクシア合同会社はポンジスキームをしていたと思う？実際に配当が滞り、約32億円の損害賠償訴訟を起こされていることや、とある関係者が、かけるんは詐欺を行っている。それなのに、キャバ嬢に億単位の金を貢いでいる。と暴露したことを考えると、本当にポンジスキームだった可能性が高いと思うぜ。そんな暴露もされてるなんて、真っ黒だね。今後どうなるか、裁判の展開に注目だな。姫香を攻撃しないよう、かけるんが反社会勢力に頼んだことは言ったよな。4000万を支払ったんだったね。だがその1週間後に関係を解消され、連絡先もブロックされたことで、彼は姫香を恨むようになったんだ。そして料理屋で偶然会った彼女の父親に失礼な態度を取られたことで、2024年8月に彼は、姫香の暴露を始めたんだぜ。そんな経緯があったんだ。どんな暴露をしたの？まず SNS の裏垢で、姫香がお客さんに対する悪口を言っていたことだな。ほんまキモいな。40も超えたいいおっさんが、このメンヘラ、だったり、都合よくお金を払ってくれる人を、成功例、と表したりしていたんだ。マジで性格悪いじゃん。
そんなこと言われたら、もう絶対お店に行こうと思わないよ。さらに他にも、包茎手術の費用、270から280万を負担したこと。姫香の母親には350万の時計を、友人二人には45万の財布を貢がされたこと。プレゼントした、3000万以上する高級ネックレスをなくされたこと。姫香は今の彼氏に、毎月、1000万以上使わせていることなどだな。どれも評判と信頼が落ちそうな暴露だね。でも今の彼氏にお金を使わせていると、どうしてかけるんがわかるの？どこまで本当かはわからないが、彼には内通者が何人かいるそうだぜ。かけるんの財力を考えたら、お金で情報を売ってる人がいてもおかしくないね。そして2024年9月、彼は姫香を、ロマンス詐欺で告訴する意向を示したんだ。ロマンス詐欺ってなんだっけ？知り合った相手に恋愛感情や親近感を抱かせ、金銭を騙し取る詐欺のことだな。かけるんは、彼女は結婚を約束し、高額なプレゼントを受け取ったが、結婚の約束を破った。姫香は最初から、金銭目的で関係を築いていた、と主張したんだぜ。浮気や流出したメッセージを考えたら、私もそうだと思うよ。そしてもう一つ、かけるんは大きな暴露をしたんだ。どんな内容なの？彼がかなり貢いでいたことは言ったよな。確か25億円以上だと言ってたね。姫香はそのプレゼントの贈与税を払っていない、として、国税庁に密告したことを暴露したんだぜ。そっか、一定以上のプレゼントには贈与税がかかるんだっけ？1年間で110万を超えた場合だな。姫香の場合はどれくらいになるの？受け取ったプレゼントが25億円分だと仮定し、姫香が無申告で支払っていないとしたら、贈与税が約13億、それに申告加算税、延滞税などが加算され、20億以上の支払いになるようだな。とんでもない額だね。姫香は本当に支払ってないのかな？彼女はとある番組で、もらった6000万の腕時計に関して、ただより怖いものはない。その重みだったり、それにかかる贈与税だったり、ただが一番高いなって、と、贈与税に関して認識している発言をしているんだ。そのため、一部は支払っているんじゃないか、と私は考えているぜ。全部とは言わないんだね。姫香が自分で買った、と主張しているものの中に、かけるんが買ったものが含まれているようなんだ。彼は10億円弱の領収書が証拠としてある。これを使って不正調査する予定だ、と話しているんだぜ。25億じゃなく10億円だとしても、えげつない贈与税になるよね。証拠があるなら支払うことになりそうだけど、姫香は払えるのかな？おそらく余裕だろうな。とんでもない成績だったキャバ嬢時代の給料はかなり残っているだろうし、足りなければ、かけるんからのプレゼントを売ればいい話だからな。確かに全部売れば、それだけで贈与税以上になりそうだね。あれ？キャバ嬢時代の給料って、今はキャバ嬢じゃないの？今では、モデル、インフルエンサー、キャバクラの共同経営者として活動しているぜ。経営者にまでなってたんだ。今回の炎上とかけるんの動き次第で立場が変わる可能性もあるから、今後に注目だな。じゃあ今回は、姫香の炎上とかけるんについて解説してみたぜ。20歳以上年下の女性に言い寄り、違法である可能性が高い25億を貢いだ男と、それを利用した女の争い、どっちもヤバいやつだね。擁護するところがないな。そういえば、かけるんの会社、アクシア合同会社だっけ？どれくらいの人が出資したのかな？およそ5000人で、合わせて530億円以上もの大金が出資されていたようだぜ。よくそんなにお金を出す人がいたね。利回り。つまり投資金額に対する収益の割合が異常だったんだ。2018年で 43.99%、2019年で 35.33% の年間利回りだったんだぜ。つまり2019年だけで考えると、1年で出資した金額の3分の1が戻ってくるってこと？そういうことだな。これは本当に異常な数値で、多少怪しくても最初に出資した人が儲けている姿を見たら、手を出してしまいたくなる人は多いと思うぜ。そんなにうまい話はないってことだね。とても魅力的に聞こえる出資話を持ちかけられても、うまい話ほど裏があることが多いから、視聴者の皆さんは十分に気をつけてくれよな。自分は大丈夫、と思っている人ほど危険だぜ。悪い人に絶対騙されないようにしようね。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。